これは温度にしてせんと、切れ味も抜群、当たっただけでも致命傷だぜ。打ち消した、どういうことだ。何発か連続で打ってみるか。くさい。あの子すごい、あの技攻めですごくあれだけど、効果力なのに全部打ち消してる。火星は、無理、レベルが違いすぎる。ねえねえ、危ないからどこかに行っててもらえない？あれ、今私の脳内で勝手に声が。私だよ、目の前に立ってる私。さっきからこの人こっちに視界式向いてないから今のうちに逃げてよ。今私の声聞こえる、何か手伝うことは。ここから離れてくれることかな、ここにいたら最悪死んじゃうよ。そうですか、なら申し訳ないですけど、先に逃げさせてもらいます。急性だよ、ガキ、逃がすと思うか。地味な攻撃のくせに威力は本物なんだね。威力だけだと思うか。俺は打開なしでも十分強いぞ。少しタイミングが良ければ公爵候補に選ばれたんだ、それを。原子寮が殺害されたことで、俺に勝手に役試験が移った。もう死ぬまでこの契約のままだ。知らないよ、運に恵まれなかっただけでしょ。その通り、この世は所詮は運、運が悪い奴はどれほど秀でていても落ちぶれる。そう、運の悪いお前はここで死ぬ。そこのガキもろともな。な。それっぽっちも興味がないだと。すいません、助けてもらえると助かるのですが。でも今私何もできないから。できるようになったら呼んで。遊びの誘いじゃねえんだよ。舐めてんのか、てめえも殺すって言ったろ。もう、さっきから全然攻撃が届かない。くさい。は、まあいいだろう、お前は後回しだ。まずはこいつを見せしめに殺せば多少は恐怖と後悔に溺れるだろうぜ。あの子味方じゃないの、もう、これなら動かなかったらよかった。まず一人。見つけたぞ、ゲイルーゲイラー。初っ端から激励の挨拶じゃねえか、8。黙れ、よくもまあ、センスのないラブレターを送ってくれたものね。センスがないのは髪型くらいにしろ、気持ち悪い、超毒針レベル2。へ、掴んだぜ。悔しいか、完全必中が鳥への能力が外れて悔しいか。わざとよ、超侵食レベル2。これは。バカか、刺して終わりとでも思ったか。お前を刺しているのは女王の毒針、むしろ刺してからが本番だろう。女王侵食は普通に刺した時の100倍の速さで毒が体内に回る仕掛けってわけ。どう？もう体の神経なくなった。普段はじっくり苦しむ様子を見たいし、大抵致命傷の部位を刺す。それにその時の毒でも十分適量だから女王侵食までは使わないんだけど。さっさと死んでほしいやつ、毒に耐性があるやつには、出血大サービス、大量の猛毒に苦しんでもらう。よかったわね、キモくて。お前、俺の能力も知らずに欲もまあ、そんな態度取れるよな。あら、まだ喋れるのね。何、まだ何か手札があるの？物質変化。走り。かなり強い、これなら大丈夫。妄想、絶対に刺さるナイフ。これで隙を狙って致命傷を負わせれれば。近づかない方がいいよ。どう見てもあなたは足手まといだし、それに今近づくと死ぬよ。さっきから何なんですか、見捨てたり、いきなり助言したり。最善を選んでるだけだよ。私は能力の性質上あなたが邪魔だから戦えない。だから何もしない。あなたを逃がしたのは敵が完璧に私に意識が向いていたから誘導した。でもあなたは能力も使わずにノロノロ逃げるからすぐにバレてしまった。それは自業自得。それであなたが捕まった。もう私ではどうしようもないから、下から勢いよく上がってきてる気配に優先して私は下から来てる人のために場を乱さずに現状維持をした。それで今そこの女性が満足に戦えてる。今はね。今は、少しは頭使ってよ。相手は物質変化系。なら間違いなく毒とか刃物を変換して形勢逆転を狙ってくる。そこにあなたや私が行ったら邪魔でしかない。味方側を殺したいならお好きにどうぞ。そこまで考えているのなら。戦場では冷静かつ正確な判断をしないと即死。もっと自分の行動に責任を持って行動して。あの子鋭いわね。正直本当に足手まといだから止めてくれて助かったわ。リン、この場はいいから早く逃げて、あなたが逃げたら後はそこの子に任せるわ。どうやらそこの子の言い方からして私も邪魔らしいからね。正直面倒事はこっちもごめん、そっちが受け負ってくれるなら都合がいいわ。じゃあ私はスッキリしたからそこの子連れて帰るわね。逃げんな、ビビってんのか。そうね、もうそろそろ私の毒全部物質変換で解毒が終わるんでしょ。なら、面倒事になる前に逃げるわ。正直お前ごときに針を使うのはもったいない。そあま。それじゃあ、ちょっと、あの子置いていったら危険だよ。ああ、大丈夫、むしろ早くこのビルから出るわよ。おそらくあの子、私より強いから。
ち、なんとか物質変換で傷とか毒を全部治せた。お疲れー。てめえは一体何を考えてやがる、殺されたいのか。強いて言うなら条件を整えたかっただけ。条件だ。戦闘力は0、なるほど、オーガコントロールはかなりうまいみたいだな。だがそれじゃ俺には届かないぜ。物理でも完璧に防がれるか。ならば力技でねじ伏せるまでだ。物質変換。威力はさっきの数十倍だ。止めれるものなら止めてみろ。さっきの数十倍くらいくさい。あれもダメなのか。こうなったら仕方ない。打開で一気に火力を上げてしまうか。アクシデイ打開。よし、このまま潰してやる。さあ、火力はさっきの数百、いや、数千倍だ。さすがにもう潰し顔もしてられないだろ。このまま消えろ。何か、起きた。もう臭いのはうんざり。その能力さっきから硫黄の匂いがするんだよ。悪視圏ってことは間違いなく悪心境だし、だもんでたしもう私のノルマは問題ないんだよ。私は確かに異質異能支配は封印されてろくに使えない。だけど、もう一つの能力ならしっかり扱えるよ。不可能支配。不可能を可能にし、可能を不可能にする能力。私の場合、オーラを完全に霊にして扱う異質戦闘スタイル、無防備の極意。無防備ゆえに無抵抗から完全防御へと不可能から可能に変える。無防備ゆえに攻撃性がない状態で攻撃を扱うから上限なく無限の火力で扱うことができる。そして今から放つのは無防備ゆえに本来届かないはずの攻撃が 100% 必ず命中する。そう、私の攻撃範囲は全世界、どこに逃げても必ず消滅させる。もう生きる。ああ、俺は、なんでこう思うんだねえんだ。いや、あるか、最後は封じまずに締めるんだ。あのクソアマを追いかけていればよかった。うわぁすっぽ、これは私たちは邪魔なわけだ。あの子、ここまですごかったんだ。この火力、もし私が食らったらと思うとえげつないわね。上には上がいるってことか。どんなことがあってもあの子だけは相手するのやめよ。あのバカソフィア、これじゃあ大惨事じゃない、大火事だし。というかなんでソフィアがこんなところにいるのか聞きたいんだけど。ゲルゲラも運が悪かったね。私たちの中で最強の能力者相手にしたんだから。能力含む全力戦闘においてソフィアはこの3年間負けなし。私やゼッカ、メリア、ハクですらソフィアには勝てないんだから。うせー、やりすぎた。建物が崩壊する前に降りようっと。硫黄臭の次は建物が焦げる匂い。もう、今日は薬日だ。それじゃあカナとソフィアも完了ってことね。ゼッカとハクはもう終わったの。ゼッカちゃんとハクは昼頃に建設破壊異変と薬物異変の犯人2人の消滅を確認したと報告が来ました。それじゃあこっちは薬物異変の製造者と偽物異変の黒幕2人倒したから、これで3つの異変はとりあえず様子見だね。はい、ゼッカちゃんとハクも帰ってき次第休むように言ってます。カナとソフィアも帰って休んでてください。2人で大丈夫？もちろん。私を誰だと思ってるの？カナ、能力が使えないメリア、否定できないのが辛いですね。それでは私たちはこれから異変を解決します。終わったら連絡しますね。お待たせしました、ご主人。そうか、時間もちょうどいい。気配もしっかり把握している。失態状絶対に止めないとですね。ああ、シアーネを止める。真実を失態状、俺はシアーネを絶対に殺さないといけないんだ。素敵な夜だったけど、今日も素敵な夜になりそうね。見つけたよ、シアーネ。今日もわざわざここまで来てくれたんですね。今日は一人じゃないのですね。お互い様だろ。昨日は俺が会いに行ったら4人のナイトがいたんだからさ。それもそうですね。なら今日は水に流しましょう。それで今日は何の用ですか？シアーネを成仏させる。つまり私をこの場で殺すと。しらじらしい。シアーネの肉体を奪った悪魔、アロケル。シアーネの肉体に宿っていた能力とアロケル本来の力、それが今のシアーネの正体。聞いたよ、シアーネ、ロフコンテ。いや、もっとわかりやすい肩書きがあったね。元、地球防衛軍第一隊長、シアーネ、ロフコンテ。影支配、お持ち、唯一単独で悪神領軍シクラスを撃破した屈指の実力者。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。